こんにちは、僕たちは韓国人バンド、ピアルジでーす。今日一緒に勉強したいと思った曲は、D10 の、アソドアソボ願って一生楽しさ全開モードで遊ぼう心ときめくこと選んだらいっそ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 ハイキーイージープリージー一緒に遊ぼう一緒に勉強したいと思った方々は登録といいねとアラーム設定お願いいたします。はい、基本的な説明です。名前は20。2020年から活動しました。事務所は JYP で、レーブルはエピングレコーズジェペンです。この曲は20の2番目のデジタルシングルで、遊び心があればどんな日常でも楽しめるっていうメッセージが込められてる曲です。MV のテーマは需要と包摂で、末っ子のニナさんの成長を描くストーリーでございます。それで今日はニナさんが成長することを見ながら楽しんでください。行くわよ。最後アニメーションじゃなくてマダガスカー、クハマナオゴタクロヌキミル、どうしろ、よっしゃみんな下がってなさい。ディズニー음악같은사운드가들어가있어요。언더더씨같은素晴らしい Under the sea。 아맞아맞아이런통통튀는사운드랑니즈랑진짜잘어울리는것같아요。약간그게트와이스랑차이인것같아요。약간원초적으로신나게약간동요같이만드는게되게매력인것같아요。니즈의되게뭔가듣기편하게근심걱정없이들어요。약간트와이스곡은사랑의쓴맛도있잖아요。아맞다이건달달한맛밖에없어 어리쿠가너무이뻐졌어그죠놀자 손흥민아니야누구 어니나니나가처음에이제일본왔을때일본어도하나도못하고그랬던그시절이있어서힘들어했던것도이야기에반영이돼서처음에아소보를일부러영어로써가지고놀자라고한메시지도있다고하더라고요。약간외국인입장에서와닿는 오너무이뻐진짜전체적으로다너무이뻐서그니까어진짜너무연예인됐다다들형은또 I think you are totally a star. 오디션볼때부터봤으니까아이고고개비안무가되게엄청멋있는것같아요아코이제춤보다저게제일어려운것같아요약간연기하는게이제익숙해져야지 뮤직비디오계속찍어야되는그러니까어너무이뻐무슨일이야이제문열고당당하게나오는이런거보면뭐옛날하이스쿨뮤직아하이팅느낌이야이게아소보영어로돼있는거야만우절에또오소바라고 말바꿔가지고이렇게또어떻게이렇게브라스를상큼하게잘쓸까네 K-POP 브라스라고해외그전자음사이트에도 K-POP 브라스라고등록이돼있어요아진짜 K-POP 에서정말많이나와요저도가지고있어요저도가운바 장르적인거구나완전또나오나요브리지여신저기막내랑우리막내랑느낌이많이다른것같아요저기막내도근데엄청성숙해 이거보고아니나가주인공이구나라는느낌
근데 마지막 리마가 반갑게 쳐다보는데 네. 못 봤어. 아. どうでしたか？この曲のメッセージって遊び心があればから始まるんですけど、その遊び心が僕にとってもと必要じゃないかな。ちょっと考えすぎる性格で、あのもっと日常遊びながら楽しめながらもう生きていこうと思いまして、その後二重さんと一緒に遊びに行きたいとなりました。あの二重さんの曲って発売される時になんか作家のコミュニティで結構盛り上がるんですよ、うん、で J-POP にはなかった要素がたまに入ってて、それが新鮮なショックで受けられてるっていう意見が多くて、なんか自分のことみたいにちょっと嬉しかったです。なんか K-POP と J-POP のアイドルを合わさったみたいな感じですよね。なんかあの韓国にドリームキャッチャーっていう、アイドルがいるんですけど、日本の欅坂、川面に映る自分の姿にこうあの似てる曲奏で、韓国に今までなかった J-POP の曲奏を入れたアイドルがいるんですけど、まあ、それと同じく NiziU は J-POP として扱われるから、韓国でドリームキャッチャー見た時と同じ衝撃をなんか日本に与えたかなと思いました。このちょうどコロナが収まった時、こんな楽しい曲ができて、本当にもっと遊びたくなる気持ちになったんじゃないかなと思いました。本当に可愛くて、もう言葉で表現できないですよね。僕もいつか一緒になんかコンサートとか行って一緒に遊びたいです。今日もたくさんの勉強になりました。これからも一緒に勉強したいと思った方々は、登録といいねとアラーム設定よろしくお願いします。あ、対抗하는구나。今週も見てくれてありがとうございます。遊ぼう。